ちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。はい、昨日も今日もご来店ありがとうございました。はい。昨日はね、コナンさんで、もう本当緊張しちゃったよ。緊張して自分で何喋ってるかわけわかんなくなっちゃったもん。ね。でも結構いろんな人にね、見てもらって声かけてもらってね、ありがたいよね。うん、ありがとうございました。あれこうやって目隠したけど。そう、こうやってね、やってたよね。うん、そう、最後ちょっとさ、面白かったのがさ、イケア行ってね、イケアがすぐ近くだから、イケアに寄ってソフトクリームを食べてたら、そしたらね、声をかけられたから、あれと思って、そんなところでまで声をかけられたので、ちょっとびっくりしました。ね、うん、なんでと思っちゃったよね。うん、びっくりした。うん、なんかちょっとバグが起きちゃったと思うんだからね、と思って。ソフトクリーム食べながら恥ずかしい。ね、ありがとうございました。よかった。でもね、いろいろこう YouTube のコメントだけでね、お話ししてた方と一緒にこう写真撮れたり会えたりって嬉しいよね。うん、そうだね。楽しかったです。俺はね、前の日の夜まで行かない予定だったんだけどね、朝叩き起こしたの。急に起こされてね。でもなんか不安になっちゃって、帰りもし眠くなっちゃったらどうしようとか。でもあんだけバッとね、一気に来るとちょっと、そうだね、人数いた方が良かったっちゃ良かったよね。朝もなんか事故でね、渋滞しちゃって、予定の時間よりちょっと遅くなっちゃったから、もうすごい大急ぎで準備してとかだったから。そうですね。ゆうたた2代目と俺と3人でね、準備できたからどうにか間に合って良かった。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日も、販売もありがとうございました。はい、なんでハウスの中だと普通に喋れるのにさ、ハウスから一歩外出るとダメなんだ。本当にダメなでもね、あのね、いろんなお客さんにママさんってあの人見知りするんですねって言われて、そうに分かったら結構私もですとか言ってくれて、仲間がいっぱいできた。逆になんか喋りやすくなったからね。そうそうそうだね。そう、意地悪なんじゃないっていうのをね、意地悪じゃないんだよ。違う、本当に恥ずかしくてもうダメな、もう心臓が本当に口から出ちゃうし、出ちゃわないけど出ちゃいそうだし、もう一人で汗びっしょりかいてる、あと寒くなっちゃったり、急に緊張しすぎて。だからそんなことなんです。意地悪じゃないんで、どんどん恥ずかしいんだなと思って喋りかけてください。その方が嬉しいです。助かります。はい、はい、そんなことで、はい、で、コナンさんで帰り間際ね、一人で多肉も選ばせてもらって買ってきました、はい、楽しかった、多肉買うことってないから全然、下手に行けないから、ちょっとたまに行くと楽しいんだよね。そうだね、やっぱりなんか欲しい多肉が持ってるけど欲しくなっちゃうものばっかり買っちゃって ね、カクトロコさんの桃太郎に、桃太郎ね、もう一個伊藤グリーンさんの桃太郎も買ったんだ。桃太郎は大好きだから、もう本当に何個持ってるんだろうっていうぐらいいっぱい持ってます。そうだね。それでも買います。はい。なんかね、なんでそれでも買うかっていうと、多分結構持たれてる方はわかると思うけど、その生産者さんによってタイプが違うし、形も違う。出所も違ったりするんだろうね。そうそうそう、形も違うし、紅葉してきたりすると色味も違ったりとか、が出たりとか出なかったりとか、後輩に使えたりとかいろいろあるから、どこどこで買った桃太郎は後輩で使えるけど、そうここで買った桃太郎は使えないとかってあるんだよね。そう、だから印をつけといて、ダウリンズとかもそうだし、そう、花粉がこれはいっぱい出るけど、ここのやつは出なかったとか、でも、見た目が好きな、ね、なのでまた2つ桃太郎を買っちゃいました、はい、これは自分のね、プライベート用です。はい、そう、でこの質問はね、これも大好きで、白なんだっけ、オフタルモだっけ、オフタルモも大好きすぎてね、気持ちいいんだよね、見ると買っちゃうんだよね、うん、柔らかくてね、気持ち、赤ちゃんの肌みたいですごい気持ちいいの、オフタルモって、なので買っちゃいました。はい、あと金玉園さんの苗もね、はい、買っちゃいました。で、ホームセンターとか、あとまあうちでもそうだけど、買ったらまず鉢植えの苗を買ったらまずどうするかっていうのをせっかくなのでやりたいなと思って、やっと
ためになる動画にしようとしてきたね。そうそうそう、はい、まず自分流なんだけど、うん、まず買ったものをそのまま管理は絶対しません。はい、なんでかというと、はい、そのまま管理しちゃうと、うん、水のタイミングが用途によって違っちゃったりするので、うんうん、まあ、数がすごい増えてくるとそれぞれに水のタイミングを変えるってすごく難しいんだよね、うん、自分の中で。それなんで均一に水をあげられるように自分の土に植え替えをしちゃいます。はい、ただ、うん、ちょっとレアな苗とか、うん、あとその生産者さんの苗の土を使って育てたらどうなるのかなって気になるときは、うん、そのままの状態でまず育てます、うん、あとすっごいちっちゃかったりね、うん、これはきっと植え替えをしたばっかりだなって思うのは、うん、結構そのままで育てちゃったりするけど、うん、そういうこと以外のときはまず植え替えちゃいます、はい、自分ではすぐに、はい、で、止まっちゃった。その作ってる方によってね、土の配合がほんと全然違うんだよ。うん、で、ブロメリアさんだよね、うんうん、は土がすっごいふわふわの土だったりとか、うん、で多分他の苗が全部その土であればその土に合わせて水をやればいいから全然育てやすいんだけど、うん、自分の使ってる土は結構粗いから、うん、やっぱり粗いの中にふわふわのが1個ポンっていった時に水がちゃんと吸えてなかったりとか、うん、いろいろなちょっと問題が出ちゃうので植え替えをします。はい、で金玉園さんの土はね自分家の土と結構近いから、ね、それほど気にしなんないよね、うん、そう結構参考にもさせてもらいました。そうそう、ね、金玉園さんの土は、うん、そうで伊藤クリーンさんの土はちょっとやっぱ自分の水のタイミングだと乾きやすいかなっていう感じ。そんな感じだ ね、うん、ね、うん、なので植え替えをしてますいつも、うん、だから自分の土に似てれば全然まだ平気だと思う、うん、そのままでもね、うんうん、よっぽどなすごいフル株とかじゃない限り、うん、これぐらいのサイズだったらそのまま使っていいと思います。カクトロコさんも結構ふわふわの土なんで。ああ、そうだね、うん、ふわふわだね、うん、で水持ちが結構いいので、うん、それなのでちょっと植え替えをいつもしちゃいます、うん、ね、ちょっとちょうどいい。今日は普段、うん、管理している土とかけ離れたような土の場合は植え替えた方がいいってことかね。そう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 、そうじゃないと、うん、水あげるタイミングが変わって、ね、そう両方あげたのにこっちはそれだけすぐ乾いちゃってとか。そうそうそう、そうするとね、うまい状態で育たないから、うんうんうん、必ず均一の状態で育てられるように自分の土と全然違う場合は植え替えてあげた方がいいと思います、うん、はい、はい、とりあえずね、カットロコさんので試しにちゃいます、うん、桃太郎ちゃんで、うん、結構ね、でもふわふわでいい土なんだよ、すごく、うん、そうなんだよね、そう、すごい、いいよ、育ちもすごいいいよ、カクトロコさんの土、うん、ただね、自分の水揚げの加減があるのでそれも考えて、で、あと苗がちょっと大きかったので、うん、2.55 に対してこんなに立派なんだよ、うん、ね、だからワンサイズちょっと大きい鉢にして、うん、根はそれほどほぐさずに、うん、軽く、今の時期なんで、うん、全部ほぐしちゃうとね大変だから、で周りに自分の土でカバーしてあげる感じでしようと思ってます。はい、全部ボソボソってほぐさないで、うん、少しこう叩いて落としてあげるぐらいにします。で春になったらしっかり落とします。うん、でこの周りを自分の使ってる用土で埋めてあげてカバーします。うん、これだけでもね全然違うよ。全部入れ替えなくてもね、本当は全部入れ替えちゃった方がいいんだけど、うん、もう時期がちょっとあんまり根をねしっかりほぐしたい時期じゃないんで、うん、本当に鉢増し、そう鉢増しぐらい、うん、この状態にします、はい、ちょっと葉っぱを一回ちょっと一応大丈夫だ。大丈夫だった？うん、すごい立派、かわいい、ね、かわいいね、大好き、桃太郎、うん、トロコさんの札はね、大きくて見やすいし、うん、ね、こんな感じです。はい、なのでだから皆さんも買ってきたら、うん、まずちょっとここにちょっとポット抜いてもらうと土がわかるから、うん、で
あ、ちょっと自分と全然違うなって思ったら植え替えをしてあげた方がいいと思います、うん、あと結構コナンさんなんかすっごいねしっかりした体勢で見てると、うん、手入れしてきて、うん、だから全然問題ないんだけど、うん、たまにあんまり管理が行き届いてないホームセンターだとか、うん、そもそも日が入らない場所に置いてあるお店とかあるからね。そういうところで買った時ってさ結構さ水もあんまもらえてない、うん、腐っちゃうとあれだからって、ね、多分そういう感じでやるんだと思うんだけど、うん、スポってさ、うん、土ことじゃなくて苗だけポンって取れちゃう時がある、うん、あるあるある。そういう時はもう間違いなく植え替えをしてあげてください。もう根が死んじゃってるんだよね。そうそういう時はねしっかり植え替えをして自分の土でちゃんとやってあげるようにしてあげるといいと思います、うん、はい、ね、そんな感じで抜き苗の場合も、うん、抜き苗っていうかね、うちも今回コナンさんで抜き苗状態で置かせてもらったんだけど、うん、そういう時は、もうこんな感じで根っこが出てたらね、うん、このまま用土に乗せてあげてください、うん、でもこれで水を一回しあげればもうどんどん根が出ちゃうので、うん、でもう夜間の気温が結構下がってきたので、うん、できれば発根させるのは室内の明るい窓辺、うん、レースのカーテンが1枚あるような場所で発根させてあげるとすぐに根がしっかりします、はいはい、で屋外の方が日当たりが良くて徒長しないからっていうんでこう直射日光に根っこが全然ない状態で当てないでください、うん、苗がどんどん弱っていっちゃうんでね消耗していっちゃうんで、うん、水分が抜けてなのでいい環境で発根させてあげてください、はい、寄せ植えなんかも作ってあげてそのまましっかり根がつくまではちょっと明るい窓辺で室内に向けてね楽しんでもらえれば身の楽しめるからね室内でも屋外でも、うん、そんな感じでやってみてください、はい、ちょっとだけ、うん、大型のエケベリアとこれをもう一度見せていい、うん、前でゆっくり見せられなかったんで、うん、はい、で今日、はい、今日できるだけ大型のね、うん、エケベリアも追加したいなと思って、少しずつもう一回この間ささっとしか見せられなかったから、うん、ちょっともう一度 見せたいなと思って、はい、でやっぱり輸入の時に、うん、どの苗もそうなんだけど外葉に若干の傷があったりするものが若干折れとかね、うん、欠けがあったりもするんだけど、はい、外葉一周この時期大型のエケベリア特に枯れ落ちます、はい、それなので例えば途中で折れてたとしてもこういう風にね、うん、ちょっと割れがあったとしてもそれは取らないでください、うん、もう輸入の時からこうやって欠けちゃってるの結構あるから、うん、枯葉要因としてね取っといてあげればね。カンテとかもそうだけど外葉を発根する前に綺麗にしたいからって全部取っちゃったりするともう一周さらに冬はちっちゃくなっちゃうから、うん、必ず取らないで植え付けてあげてください、はい、どうしてもこんだけこう葉っぱが柔らかくて薄いものって輸送中にひびが入ったりすることもあります、はい、それをご了承ください、はい、でこれはフランク、うん、今のねフランクね今手でずっと持ってたのはフランクです。フランクフルトフランクフルトフルトではないねフランクね、はい、こんな感じです。大きい手に乗せてこれぐらいです、はい、はい、本当に手が大きいって言われちゃうからね。そう昨日言われた本当に大きいですね。でスプレースプレーはコブが出てるタイプです、はい、なんか今日写真撮影もしたんだけど、うん、うまく伝わってないと嫌だなと思って、うん、結構大きいです。この大きい手でも大きいです、はい、はい、スプレーね。でなんだっけルブロルブロマルギナータルブロ、うん、蓋と並べるとこんな感じね、はい、はい、まだ提示もしてないので今回新しい苗をね、はい、これからどんどん提示していくので、でこれがクローク、クロークじゃないクローククローク、はい、クローク、はい、これはね縦に筋が入ってて綺麗なやつって言ったやつね、うん、で、大きい大きいウェディングドレス、すごいね、それ、ね、ほんとすごい。まだこれは向こうにもストックがいっぱいあるんだけど、すごい大きい、うん、で、見て、やっぱりほらこうやって、うん、こういう葉のこういう縁に欠けがやっぱりこうやってあるから、うん、あとこういうところ、うん、まあ、ね、ここまでなってるのは送りません、うん、これ、この程度、外側の葉っぱこれはちょっと中心に近いからこういう風になってるのは嫌なので送らないけど、うん、外側に近いこういうところにこういうのがついてるのは、うん、そのままくるんで送るので、うん、その部分は枯れ落ちるものだと思って取っておいてください、うん、枯れ葉要因でね、うん、中心が綺麗であればすぐここに展開しちゃうから大型特にね、うん、でこれはフルート、
来ると、ね、豚と比べるとこんな感じです、はい、でロータス、ロータスもコブのエケベリアね、はい、これハガキのサイズ、うん、ロータスで、カーニバル、すごいこれ重 い重量がすごい。カーニバルも札と比べるとこんな大きさです、うん、はい、結構でも好きな人いるんでしょ、これ、うん、カーニバル結構今日みんな連れて帰ってくれたり、うん、あっちのハウスにいっぱいストックがあるもんね、うん、こっちはこっちの販売用の苗なので、うん、でクイーンオブフランス、クイーンオブフランス、うん、クイーンオブフランス、はい、これはこんな感じね、アーリーライトになんか似てるって言ったやつだよ ね、うん、ここね、クイーンオブフランスで、ティックライトね、うん、ティックライトは、ティックライトってだんだんコブがちょっとずつ出てくるんだけど、このね、色が違うのもティックライトなんだけど、ちょっとネットで販売する分はこっちの明るい方を出します、うん、はい、送ります、写真もこれで出します、うん、はい、かわいいよ、すごい、だんだんコブが出てくると思うので、うん、ね、ティックライトと、これね、今日すごい人気があったのがこれ、芭蕉、うん、これはすごく人気がありました。で、みんなこうやって触って、特殊な触り心地、うん、うん、みんな言ってた、言ってた、柔らかいって、うん、気持ちいいって言ってた。何みたいって言ったんだっけ、この間マシュマロ、うん、なんかね、柔らかい、グミとかマシュマロとか、マシュマロ足すグミみたいな感じ、お菓子が食べたいからそんなことが思いついちゃうかな、うん、ね、ハロウィンだしね、うん、そんな感じの触り心地、はい、なんか柔らかい感じです。これは同じだっけ、これはね、こっちね、これはすごく人気がありました。で、これがガーデンコッテージ、まあ、幹がすごく長いです、これは、うん、なので、うん、とこの間も言ったんだけど、うん、もし幹を短く切ってほしかったら、言ってください、切ってから送るので、うん、長いままだと植えるのも大変だし嫌だっていう人もたくさんいると思うので、うん、ナイフで切ってから送ります。ボンドみたいのつけてね。はい、なので言ってください。はい、そしたら上と下両方送ってもいいし。うんうん、したら下は、ね、そう、うん。下は下で植えてもらっていいし、上は上で。うん、やっぱ切るの大変な人って結構いっぱい、ね、いらっしゃると思うので、うん、クーポン欄にもし切るの希望だったら言ってください。はい。はい、で、ボルケーノグッデス、はい。これだ。すごい重いんだよ、これも。はい、こんな感じです。すごいね、すごいよ、ほら、そんなの。ウェディングドレスのコブがある感じ、これは、うん、ね、こんな感じで、今花芽もちょっと出てるのもあるので、これはね、ちょっと水がまだ少し含んでるので、うん、少し乾かしてから送ります。そうじゃないと葉っぱがね、どんどん折れちゃうからね、はい、また戻すのも大変だね、これね。ここに置かせてもらいます、うん、そうだね。で、女王の花笠、乙女の花笠、女王の花笠、うん、で、英名がちゃんと書いてあったんで、うん、ちょっとまだ目が、本当目が見えない。メリディアン、メリディアン、それだ、うん、本当にね、目が悪すぎて、メリディアンね、うん、メリディアンです、はい、メリディアンで商品登録するので、メリディアンね、うん、はい、こんな感じです、はい、かわいいよ、うん、ね、色も結構濃くて、で、ダックウィードダックウィードもコブがちょっとこんな感じであるタイプです、うん、こんな感じね、はい、で、あとね、すごいかわいい、これも、なんかまた特徴が面白いね。これがアリに似てるって言った方だっけ、アリに、うん、そう、そうだよね、うん、アトレット、うん、ね、はい、ひらひらしてて可愛い。ルビーサファイア、はい、これはちょっと幹がやっぱり長いので、もし言っていただければ切って送ります、はい、短い方が植えやすいんだよね、すごく、うん、ね、でドラゴン、これも長いです、はい、自分で切る場合はこの茶色い部分だけ切って植えてもらえば全然大丈夫だから、うん、なくてもいいっていう方は自分で切る場合はこの辺から切ってください、はい、黒っぽい部分からね。で、やっぱそのままそれ違うやつだったね、そっちのピンクグッデス、ピンクグッデス、うん、なんか言ってたんだっけ、うん、大丈夫、大丈夫、うん、紹介してくれる、ピンクグッデス、なんか動画で言ってた前、はい、本当、うん、俺がね、あ、そっか、大丈夫、うん、ピンクグッデス、はい、
ね、これはなんかね、粒が、コブが大きい、うん、大きいね。ちょっとね、葉が、かさぶたが夏に焼けちゃったんかね、うん、あるのもあるね、うん、でもみんな均一なので、うん、あのこのかさぶたのはこれは送りません、うん、これはね、特に輸送中に葉の折れが多かったんだ。すごいコブが可愛くない、これほらね、ほんとだね、うん、ちょっと欠けがこれは多いかな、うん、ね、でも可愛い、すごい葉っぱがさ、なんだろう、尖ってるっていうか、うん、面白い葉っぱしてんだよね、ほら。そうだね、なんかこう三角、うん、まあちょっと大げさに言えばマサイの矢尻みたいな。そう、うん、葉先が丸まって尖ってるっていうか。そう、でも大きくなるとこうやってちょっとフリフリっぽくもなるんだね、うん、面白い品種だね。そうだね。でもコブはボコボコしてるけど、そんな嫌なコブじゃないな、なんか全体的にボワーって出るタイプじゃないよね、うん、このこれぐらい、うん、ボンボンって感じだよね、うん、これがピンクグッです、はい、でこれね、今日まじまじでやっぱり見てたらすごいなと思ったのが、昨日この間も紹介したシャネル、うん、これね、これはすごいコブが可愛い、うん、で今現状この中間の葉っぱにコブが出てないやつも中心からは出てます、ちゃんと。で周りにももちろんついてます、うん、あの自分で持ってる、うん、サボテン相談室さんで前買ったコブ付きのペレグリナにすごい似てるんだけど、うん、なんともわかんないからね、うん、交配してあるかもしれないから、うん、なんとも言えないけど、すごくそっくりです、うん、チャビアナにコブが…コブ見ると大型エケベリアをちっちゃくして、そうなんだよ、そう、うん、それぐらいのコブだよね、うん、すっごい可愛いんだよこれ、うん、これもね、数に限りがあるので、うん、すごい可愛い、もう超可愛いこれ、わあ、ほらね、うん、ね、コブのタイプはさ、どんなのが来るかお楽しみでね、うん、これはちょっとコブが大きい、うん、これはまだコブが薄いけど、ちゃんと外側に出てるから、こうやって外側に出てればちゃんと中心から出てくるからね、心配しなくても、うん、ね、で、あと次がホワイトローズ、ホワイトローズもだいたい 3頭ぐらいって言ってたやつです、うん、こんな感じです、はい、1頭がこんな感じで1頭かじゃない、1個がね、うん、で、グリーンアローはこんな感じです、はい、ね、そんなところかな、はい、あとは今日いろいろ普通のね、この間紹介させてもらったカシオとか、うん、レッドダイヤモンドとか、うん、その辺を更新します、はい、はい、ラブリーベアとかね、ラブリーベアとかね、ラブリーベア、昨日コーナーさんで人気あったのラブリーベアがすごく人気あったかな、うん、ね、そうだね、グラムピンクもすごく人気がありました、うん、あとエッセンス、うん、エッセンスはね、うん、めっちゃこれ可愛いです、去年もすごい可愛いなと思ったもん、その辺を更新するので、あと大型のエケベリア、うん、あと一つだけお知らせです、はい、大型のエケベリアをご購入いただいた場合、うん、送料を例えば3980円で送料無料になるんですけど、何個ご購入いただいても別で送料1000円、うん、例えば5個ご購入いただいても1000円いただく感じにしたいと思います、うん、でその対象となるものには、送料別途必要ってタイトルにつけておきます、うん、その商品が1個でも入るとプラス1000円されてしまうということをちょっとご理解ください、うん、どうしても大きいので送料がすごい入らないもんね、植物入れるような箱じゃ入んないよね、そうなんね、なので1個とかだともったいないと思うので 2,3 個一緒に買ってもらって、どうしてもそれでも送料が1000円、後から、うん、発送の時のお知らせの時に訂正してやりますので、それだけどうしてもご理解ください。本当にね、送料が本当に本当にすごい、一気にね箱が大きくなるからバンって上がるんだよね。ちょっとした傘買ってるのと同じだもんね。本当に自分家で今使ってる扱ってる一番大きいサイズの箱でも入んないから、うん、リサイクルで野菜の箱とか使わせてもらっちゃうんですけど、うん、それもちょっとご理解ください、ね、資源は大切になので、うん、その節約した資源で皆さんにプレゼントとかビンゴ大会の景品とかに逆にしたいので、うん、節約した分お願いします、はい、最後に俺いいかな、俺さ、悪口、じ
や今急遽さママがさ俺に仮装した方がいいって言うじゃん今回の感謝祭、ねうん、やりたくないなと思ってなんで全然本当考えてて、うん、でそれ俺さだからさ YouTube のアンケートで撮っていい何を撮るアンケートしてないよそんなの自分に選ぶ権利はない分かった待って待ってだって、うん、仮装を自分で最初に始めたんだよそれなのにまあまあそうだねそれなのに、うん、ダメだよそういうのだって他の人にさジバニャンとかにはさやってもらって自分はしないっていうのはすっごく失礼な話だよ、はい、まあちょっとねジバニャンに言おうチクロこれちょっとね撮影終わってからまたちょっとゆっくり、ね、はい説教ね説教なんだ説教ね、はい、撮影終わったわかりましたはい、はい、じゃあそんなところで今日の21時、はい、あ商品更新します、うん、はいでビンゴビンゴがまだ決済してない方がいらっしゃるんだよ、うんうん、なのでちょっと勝手にここでビンゴ大会を始めちゃうとまだ決済してないってなっちゃうとあれなので、うん、もう一周送らせてもらいます、うん、あのでまだ決済されてないお客様次の水曜日までに決済のご協力をお願いします、はい、そうでないと皆さんのビンゴがうん、だからもうここでそこで一、うん、回締め切っちゃうっていう、もう決めちゃわないとダメだね。もう水曜日の決済でも締め切りです、はい、でそこで水曜日の23時59分までに決済がされてなかった場合はもう無効となりますのでビンゴカードは、うん、そのお客様に関してはね、うん、でもうビンゴカードを受け取っていただいている方だけでスタートさせていただきます、うん、はい、はいよろしくお願いします。申し訳ないですけど。それでも予定組んじゃった人は申し訳ないね。なんかちょっとしたライブする？ね、ちょっとしたなんか面白いライブしようじゃん。うん、もし時間、まあそうだね。そうだね。じゃあビンゴ大会の練習ライブ。うん、そうだね。はい。はい。じゃあそんなことで。そんなことでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。